短すぎるカラオケ選手権。チョコボール。チョコボール。クエクエクエチョコボール。チョコボール。お、これ。なんと 4.8 秒。短すぎるカラオケ選手権。これで歌うの？なんとチョコボールの歌がスマホでカラオケで歌えるようになる。チョコボールの歌がカラオケで歌える？タコさん何点ぐらい？まあ70点ぐらいは結構低いです。じゃあ全国1位目指して。クエクエクエチョコボール。なタイミングが分かんないんだよ。もう一回や、もう一回。クエクエクエチョコボール、チョコボール。あれ58点だよ。タカさん、アドリブが入ってたんだ。そういうのが減点対象なんですか？味はいらないんですね。クエクエ合わせて伸ばす、きっちりしたやつで。よし、クエクエクエチョコボール。どうだどうだ。93点じゃ。エビバディクラッピーハンド。クエクエクエチョコボール、森永君も歌え。詳しくは特設サイトまで。なんと 4.8 秒短すぎるカラオケ選手権開催。優勝者にはなんとチョコボール1年分ポケカラで応募、もしくはジョイサウンドで歌った動画を TikTok で応募しよう。詳しくは特設サイトまで。森永、クエクエクエチョコボール、チョコボール。クエクエクエチョコボール。あれ、下がったじゃねえかよ。下がったじゃねえかよ。おい、帰るのおかしいだろ。クエクエクエチョコボール。ルー見て、ルー見てチョコボール、ハッハッハッ。ルー、チョコ、チョコボール、チョコボール、ハッ、また戻る。チョコボール、ハッハッハッ。クエクエクエ、はい、回転。チョコボールっていうね、絶対忘れそうですね。そうですね、動きは同じにして、あとは顔の角度を変えちゃえばいいから。はい、じゃあクリックでお願いします。音楽、じゃあまたルーで見ますよ。クエクエクエチョコボール、チョコボール、クエクエクエチョコボール。素晴らしい。はい、カット。はい、よかったと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、クエクエクエチョコボール。はい、カットします。どうでしょう。いや、僕はすごいいいと思っております。じゃあ、いただいちゃってもらっていいかな。ありがとうございます。じゃあ、皆様、以上で撮影終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだいけますね。まさか、還暦すぎてチョコボールになれるとは。でもまだ自分でやれるっていう実感が今日。70に向けて頑張ります。70でもう一回来ます。メモリアル。はい、じゃあ日暮もまだまだ。はい、はい、やっぱり人間は成長していくんだなと、それを改めて今日感じました。一番最初に企画書を見せてもらった時、当時僕は大反対して、こんなの恥ずかしくてやだって大反対したんですけど、監督さんが
これ絶対いけるからって言われて、確かの当時はグリーンバックで黒巻きで、ほぼ顔だけあれしてこうやったりこうやってなんか歌を歌いながら、撮ってすぐ現場は終了してお疲れ様でしたって、これ本当ちゃんとなるんだろうかと思ったら、まあ、今の言葉で言うとバズって、僕らの代表作になりました。ありがとうございました。あの当時たくさんの小学生が歌ってました。はい、覚えてますか。そうですね、もうその子たちももう30後半から40ぐらいになって、もっと上までなってますかね。これだけ愛される商品、さすが森永。基本的には瞬発力の男なんで、持久力はないんで瞬発力勝負なんで 4.8 秒、とっても僕にとってはいいサイズでした。カラオケでこの短さってどう思う？そうですね、本当を言えばもうちょっと欲しいですかね、あと倍ぐらいあったらまたちょっと味みたいなものも出せるんですけども、もう少し欲しかったですね。やはりきっちりテンポと伸ばし、これを確実にやると点が伸びるんだなと、キャンペーン期間中は全国1位を目指して僕も歌ってみます。1位になると確か1年間分のチョコボールをもらえるんですよね。1位目指します。365万個田町から送ってもらいます。絶対そしたら金のくちばし出てくると思うんで、おもちゃの缶詰とかもらえるんですよね今でも。意外とレベルは高いぜ、頑張って歌ってくれ。チョコボー森永ピポピポ。